土浦市、土浦市は、茨城県南部の県南地域に位置する人口約14万人の市、業務各都市、国際会議観光都市、茨城県発足から県南地域の商業、行政の中心的な役割を担っていた町である。1918年、大正7年の筑波鉄道、旧関東鉄道筑波線、1987年廃止の開通、 東隣の稲敷郡網村、現、網町2929 29年、昭和4年に海軍航空隊が設置されたことなどによって、交通の要衝となり、料亭や遊郭その他休養施設が多かったこともあって、終戦に至るまで海軍の町でもあった。戦後は、土浦駅、西口、市中心部に、小網屋、百九十九年閉店、京成百貨店、 1989年閉店、丸い2003年閉店、西友1997年閉店、伊東洋華堂2013年閉店などの百貨店や大型店舗が立地し、県とのみとに対して省都の土浦とも呼ばれるほどだった。土浦駅前のバスターミナルは地域の中で最も多数のバス発着起点であった。土浦駅前では、 1970年代からの新張郡、筑波郡、稲敷郡の各一部、現、筑波市における筑波研究学園都市の開発、1990年代以降のモータリゼーションの普及や郊外型店舗の増加により、上記のように駅前の大型商業施設が相次いで撤退した。このように商業という面で見ると著しく衰退が進んでいるともいえ、しかし、 行政の面で見ると、現在も国や県の行政機関が立地している。現在の茨城県南の中心都市という面では、土浦市あるいは筑波県旧学園都市の開発により、急速な発展を遂げた筑波市、どちらが中心か見方が分かれるところである。例を挙げると、2019年3月現在の大手テレビ局の天気予報の茨城県南の表示は NHK。NH 日本テレビテレビ東京、富士テレビは土浦、テレビ朝日、TBS は筑波としている。茨城県の自動車ナンバーは水戸、土浦、筑波となっている。市内では日本三大花火の一つである土浦全国花火競技大会が毎年10月に開催される。また、レンコンが特産品であることと海軍に縁があり、飛行船、 セッペリン白号が飛来した際にカレーへ振る舞ったことから、レンコンを入れたカレーで町おこしを行っている。霞ヶ浦を隔てて隣接している市町村を除く。人口は、茨城県内では、第6位、令和元年6月茨城県の人口と世帯。霞ヶ浦の西に広がる、この地域には、古くから、人々が活動し、地域には、旧石器時代からの遺跡がある。 縄文時代には、縄文改新により霞ヶ浦は大きな入り江、古絹湾となったと考えられており、その周辺に暮らす人々によって多くの貝塚が残された。上高津貝塚、上高津はその代表である。弥生時代から古墳時代にかけての集落遺跡も多く見つかっており、この地域が多くの人口を有していたことが伺える。大塚古墳や大塚古墳、共に手野町。 武者塚古墳、上坂殿といった古墳は、大和政権と手を結ぶ豪族の出現を物語る。律令制により日立国が設けられ、その下に十一の軍が置かれたが、現在の土浦市中心部は、当時の茨城軍に属し、後の対抗検地の際に、新張軍所属とされた、地域は、筑波軍、河内軍、篠田軍にもまたがる。1151年。 篠田郡西部を中心とする一帯、現在の稲敷郡西部から土浦市新井張郡にかけての広大な地域に篠田荘が成立。土浦という地名は、玄徳元年1329年、当時領であった篠田省内の地名として、当時由利文書書集の文書に登場するのが書室である。篠田荘は、平安時代末期に、篠田義弘が本拠を構え、 鎌倉幕府成立後は、八田地下が自党として関わ。伊志田総は、八田地下の末裔で、小田城、現在の筑波市を小田に寄った小田市の勢力下に置かれた。室町時代の影響年間、1429年から1441年、小田市に属する和解泉市によって、土浦城が築かれた。 その後、小田氏配下の菅谷氏が上司となり、佐竹氏によって、小田城を追われた小田氏地を迎え入れてる。土浦城は、小田氏の居城となり、小田原征伐まで、小田氏が一体を治めた。小田原征伐後、小田氏は所領を没収され、その給料は、結城秀康の所領の一部となった。慶長六年、1601年、結城秀康が越前に移転すると、 藤井松平家の松平慎一が三万五千国で土浦に入法し土浦藩が成立したその後西尾氏、久き市が入ったものの漢文2年六百六十二年に若年寄土屋数字家が入法以後一時期を除いて土浦は土屋氏の城下となった土屋氏の国高は時期によって変遷があるが綱吉から吉宗まで四代の将軍の下で老中を 勤めた土山さなおの時代に9万5000国まで活用された。慶長9年、1604年、水戸街道、陸前浜街道が整備され、現在の地域には、江戸千住方面から、水戸方面へ、順に、荒川沖宿、中村宿、土浦宿、中川宿の4つの宿場が置かれた。このほか、土浦宿と中間宿の間の宿として、真鍋宿がある。 街道は土浦の城下町を通っており、本人、旗後、ん屋が置かれて土浦は宿場町としての性格も備えることになった。土浦は水戸街道と霞ヶ浦水運が結びつく水陸交通の用地であり、多くの商家が軒を連ねた。土浦は日立国では水戸に次ぐ第二の都市として繁栄し、1786年の調査では、 人口3988人を数えている。土浦では、醤油醸造業が、坂になり、野田、長子とも並び称された、土浦の醤油醸造業の歴史については、2017年現在、唯一の業者である、芝沼醤油醸造の項目を参照。江戸時代後期には、土浦の商人層からは、国学者、色川美中や、天文、 地理学者の混じり済み線が出た。明治維新期、廃藩地県後の明治4年、1871年に、新井ハ県が設置され、土浦はその県庁所在地となった。1875年、明治8年に、新井ハ県は分割され、土浦を含む利根川以北は、茨城県に編入された。土浦は、茨城県南部地域の中心都市として、県庁第一市長。 1875年設置。現在の県南県民センター、地方裁判所、支部、1875人設置、旧政中学校、旧政土浦中学校、現在の茨城県立土浦第一高等学校、1897年開設などが置かれた。1896年、明治29年から翌1897年に、 かけて、日本鉄道の手により現在の常磐線が開通。当時の名称は、土浦線。1896年に、土浦友部間。1897年に、土浦田畑間が開通。1906年国有化。それまでの内陸水運に変わり、鉄道が主な交通手段となる。1918年、大正7年には、土浦筑波間に、筑波鉄道。 つくば鉄道つくば線、後、岩瀬まで延伸。1987年廃線が開通し、土浦駅が常磐線との結節点となった。1940年、昭和15年、土浦町と真鍋町が合併、市政を施行し、土浦市が発足した。第二次世界大戦以前、土浦の南に隣接する稲敷軍阿美町に海軍の飛行場があったことから、 土浦は海軍の町であった。1921年、大正10年に、網に、霞ヶ浦飛行場が完成し、搭乗員養成機関である、霞ヶ浦海軍航空隊が設置された。海軍関係者や面会者のための料亭や遊郭、その他休養施設が、現在の桜町に集められ、終戦に至るまで、海軍の町としての役割を担った。霞ヶ浦飛行場には、 海軍航空兵、海軍飛行予科練習生、通称、予科連の教育機関、土浦海軍航空隊、1940年、昭和15年開設が置かれたことで知られる。1945年、昭和20年6月10日の網空襲では、土浦市の市街地も爆撃され、数名の死者が出ている。第二次世界大戦後から、1950年代に、 進められた昭和の大合併の中で土浦市は新張郡と和村、城大津村や稲敷郡、朝日村の一部荒川沖付近を編入。1985年昭和60年の国際科学技術博覧会通称科学万博が現在の筑波市で開催されたことによりインフラ整備が進む。平成の大合併の中で二千六年に 新張り村を編入。2014年2月10日には、土浦市長と筑波市長が合同記者会見を開き、両市の合併、中核市への発展を視野に入れた定期的な勉強会を開くことが発表れたが、2017年に、筑波、市側からの申し入れにより、勉強会は解消した。土浦村、現在の稲敷郡美保村に九州合併からそのままりたという説。 土屋藩の土と十一の裏の合成地名という説や土浦裏からの点火などの説がある。行財政改革に積極的に取り組んでおり、近年では以下の実績が見られる。2012年、平成24年8月24日には、現在下高津一丁目20番35号にある老朽化した視聴者について JR 土浦駅前の2013年、 平成25年2月に閉店した伊東洋稼働土浦店の跡地に移転する子が決定した。新市庁舎は2015年平成27年9月に開庁した。土浦市ウェブサイトは国際交流先として姉妹都市一市、友好都市一市を挙げる。地名表記は土浦市ウェブサイトによる。 以下のグループに所属しているヒューム管製造の中川ヒューム観光業を中心とする中川グループの企業城下町であったか昭和40年代に土浦市と千代田村、現、霞ヶ浦市をまたがる神田地工業団地が造成され企業、日立県機等の進出が加速されたこれらは土浦市の経済的基盤となっている地方銀行である つくば銀行の本店所在地である本部機能はつくば銀行発足時につくば市へ移転。またつくば銀行の前身の一つである関東つくば銀行の本店所在地でもあった。土浦市の指定金融機関は同じく茨城県の地方銀行である常用銀行となっている。製造品出価額は723、9 6 3万円であり、全国で 第99位、茨城県内では、第5位の規模となっている、2006年。地方区部に、神立工業団地、テクノパーク、土浦北、東、筑波新張工業団地などの工業団地がある。1990年代以降、土浦駅周辺を中心に減退傾向にあったが、商業統計調査結果によると、2004年から2007年に、かけては卸売り。 小売りともに年間販売額が微増となり、自然体としては下げ止まりの状況となっている。卸売販売額は三百七十二六十六七百万円、二千七年、小売り販売額は二百一六十六百万円、二千七年であり、いずれも茨城県内では三位の規模となっている。また、二千九年五月には、イオン土浦ショッピングセンター、現、イオンモール土浦が開業。 土浦駅周辺では、1997年に土浦駅西口の再開発ビル、うらら、中心地の別の場所にあった伊東洋華堂が、主なトラントとして移転が完成したが、1996年以降、西遊や地場百貨店小網や、京成百貨店、東部ホテルが、閉店。2003年には、丸い。2007年3月には、京成ホテルが閉店となり、 モータリゼーションの発達や、規制緩和による郊外型店舗増加の影響を受け、駅周辺の空洞化が進んでいる。現在、旧東部ホテルの建物は、大幅改装されビジネスホテルに、丸いが撤退したビルはリニューアルされ、飲食店やパチンコ店などが入居している。西遊跡地、小網屋跡地ではマンションが建設された。また、土浦駅ビル、ウィング、 ウィングも売り上げの低迷により2008年7月に営業を終了したが2009年7月ペルジー土浦としてリニューアルオープンさらに2018年3月にプレイアートレ土浦に改称しているそしてウララ自体も駅周辺の空洞化の影響を受け2013年2月17日に医療機関など一部を残し営業を終了したその後2015年9月 かねてより老朽化と利便性の悪さが問題となっていた土浦市役所本庁舎を裏々に移転。その際、地下1階のフロア全体と地上フロアの一部を商業スペースとし、地下1階には霞土浦駅前店と大層土浦駅前店、その立ち会と地上フロアに専門店がテナント入居している。西口の歓楽街である桜町は、 北関東最大の風俗街で、ソープランドの店舗数は、川崎市堀の内に次いで、関東で2番目に多い。ブックオフ土浦真鍋店は2階建ての大型ブックオフであり、関東最大級の古本店である駅前の土、浦古書クラブと並ぶ市民のオアシスであったが、惜しまれつつも、閉店となってしまった。荒川沖駅周辺では、平屋建ての霞荒川沖店、 を中心とした西口商店街が優勢だったが、1981年の荒川沖ショッピングセンターサンパルオープン東口をきっかけに一転して西口商店街は衰退の一途をたどり、霞荒川沖店は立地条件の悪さもあり撤退を余儀なくされている。その後、西口の再開発事業によって再開発ビルサラサ荒川沖が完成したものの、 筑波県旧学園都市への玄関口としての役割が、隣接の日立の牛久駅に奪われたことから、周辺部のビルも含めて、テナントの撤退が相次いでいる。一方、サンパルは3階建て、駅との直結性と駐車場の収容台数の多さを兼ね備えた当時は、画期的な施設であった。しかし駅と、ほぼ直結という立地条件もあり、一定の集客力を確保していたものの、 キーテナントである長崎屋の業績悪化から2010年5月9日にドンキホーテへ業態転換したが経営的に振るわず2015年1月4日にキーテナントのドンキホーテが閉店同月12日には専門店などその他のテナントも閉店し現在はフットサル用コートのドゥーフットボールパーク荒川沖となっているブックオフスーパーバザー荒川沖店は 本のみならず古着なども扱っており、万が一閉店してしまえば、荒川沖の文化水準は地に落ちると思われる。一方で、駅から離れた郊外の主要道路沿いに、広い駐車場を持つ各種大型店の進出が続いており、真鍋地区に霞を、キーテナントにする駐車場付き大型ショッピングセンター、ピアタウン土浦があり、その資金には角屋、元セブン&、 アイグループ系列のヨークベニマル及び河内からなるショッピングセンターが開業した。さらにトリセンが木田ア地区にショッピングセンターを加えてイオン土浦ショッピングセンターが高津地区に開業している。荒川沖駅地区にも大型ホームセンター、ジョイフルホンダの荒川店やゼビオドーム、スーパースポーツゼビオがキーテナントがある。各店の詳細については 各個別記事を参照。レンコンは日本一の生産量である特産品、茨城県、銘柄産地指定であり、レンコンパウダーを使った、レンコン麺、レンコンサブレなどの加工品販売も行われている。グラジオラス、茨城県、銘柄産地指定などの柿が全国有数の産地となっているほか、米の栽培も多く行われている。沖宿漁港を拠点として、 若崎寮が行われている。関東鉄道及び子会社、関鉄観光バス、関鉄グリーンバス、関鉄パープルバスによって運行される路線がほとんどで、ある。一部は JR バス関東による。このほか、茨城観光自動車の3社、グループがあったが、茨城観光自動車は撤退している。高速道路としては、常磐自動車道が市内を通過しており、 茨城県北部、福島県及び東京方面への重要な動脈となっている。一般道は国道6号が南北に国道125号と国道354号が市内を東西に貫く形となっている。国道6号は市北部では土浦バイパスが高規格道路として整備されており全線4車線化されている。南部では 学園東大通り入り口交差点を中心に渋滞が状態化している。これに対応して、牛久土浦バイパスの建設が進められており、学園西大通りから学園東大通りまでが2011年11月より強用されている。また、国道6号をアシストする形で、茨城県道25号土浦稲敷線や、茨城県道48号土浦龍ヶ崎線の 整備が進められている。国道125号、国道354号は一部暫定で、片側1車線の区間があるものの、バイパスの整備が概ね完了している。つくば市との間を結ぶメインルートは、土浦学園線、茨城県道24号土浦堺線であり、土浦駅、東口駅前広場からは、高架の土浦ニューウェイが伸びて、これをつないでいる。 地域は市内に設置されている8つの市立中学校の学区ごとに地区分けされており、公民館もこの学区に基づく地区分けごとに設置されている。高度成長期からバブル期を中心に多数の住宅地開発が行われている。主な住宅団地、主な公営集合住宅団地、2010年、平成22年、市政施行70周年を記念して、 市のイメージキャラクター、土丸が誕生した。2010年、平成22年11月3日、市政志向70周年記念式典でデビューし、以後各イベントで活躍中である。2011年、平成23年2月7日には、土丸に特別住民票が交付されている。中心市街地の中城商店街を中心に、ひな人形の展示が行われる。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。